こんにちは、久保です。本日も動画をご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではデジタルな世界へ一歩踏み出したいけどどのように踏み出したらよいか迷っている人向けにツールや働き方の情報を発信しておりますので、よかったらチャンネル登録をお願いいたします。今回は前回に引き続き LINE 公式アカウントを始めた時にまずすべき言葉というところについてお伝えしていきたいと思います。で、今回は LINE 公式アカウントのリッチメニューについてお伝えをしていきたいと思います。はい、ではですね、まずリッチメニューはどういったものかというところをお話をしていきたいと思います。リッチメニューはですね、 LINE 公式アカウントのトークの下の部分にですね、固定で表示されているメニュー画面、いくつかこうボタンがついているんですけども、そういったものをですね、リッチメニューというふうに呼んでいます。リッチメニューはですね、お客さんでよくやってることとすれば、まずですね、ホームページの代わりというところで、皆さん最近だとウェブ上でいろんなホームページを持っていただいたりですとか、あとはまあ SNS ですね、活用したりしていただいてると思うんですけども、それをリッチメニューからアクセスしやすくしていただいたりですとか、またですね、そのリッチメニュー自体をホームページに載せているコンテンツですね、営業時間ですとか休業のお知らせですとか、また何かこうお店からお知らせしたいことっていうのをリッチメニューのボタンに置かれている方っていうのも多くいらっしゃいます。それがなぜかというと、 LINE 公式アカウントの実際ですね、リッチメニューってのは常にそこに固定で表示されている場所であるため、登録しているお友達からすると常にアクセスできる場所なんですね。なのでそこにですね、例えば今お伝えしたような営業時間ですとか休業時間ですとか、お店からお知らせしたいことみたいのを見れるようにしといてあげると、こちらからですね、発信をしなくてもお友達がいつでもそこに行って情報を受け取れるようになるという非常に便利な場所なんですね。今回はですね、その設定方法についてお伝えをしていきたいと思います。はい。で、リッチメニューはですね、このトークルーム管理のこのリッチメニューというところを開いていただくと、こんな感じでですね、一番最初は表示されていると思います。で、このリッチメニューを作成というところから、リッチメニューの作成がスタートいたします。はい。で、まず上にですね、大きく表示されているのはこのタイトルというこの管理画面上での管理するお名前ですねっていうのをまず設定する場所があります。で、続いてこの表示期間ですね、いつから、一応お尻としていつまで表示するよというところがここで設定できるようになっています。またですね、このメニューバーのテキストというのは、トーク画面のリッチメニューの下の方にですね、よく見ていただくと文字が設定されているのを見たことあるかもしれないんですけども、それをですね、ここで表示できるようになっています。はい。これはですね、メニューのデフォルト表示というのは、ここのハテナを押していただいても書いてあるんですけども、このチャットルームですね、実際そのトーク画面を開いていただいたときに、リッチメニューを表示するようにするか、しないようにしておくかっていうのが選べるようになっています。ですので、トークルーム開いたときは、そこですね、あえてメニューを隠しておいて、お客さんからその下の、さっきここでご紹介したテキストのところをタップするとですね、メニューがヒュッて出るようなこともですね、設定としてできるようになります。はい。ここちょっと簡単に設定していきたいと思います。まあ、今回初めてなので、とりあえずリッチメニューという形で名前は付けたいと思います。で、表示期間ですね、皆さんが表示させたいタイミングからで良いと思いますので、一旦こんな感じですね。で、しばらく表示させておくということでしたら、ここですね、先の期間ですね、にしておいていただければ問題ないかなと思います。はい。で、メニューバーのテキスト、これそのままメニューでもいいですし、ここですね、その他のテキストで書いていただいてもいいと思います。一旦ですね、今回ここはメニューにしておきたいと思います。で、メニューのデフォルト表示というところも、ここも表示するというところにまずはしておきたいと思います。はい。続いてですね、リッチメニューのメインのところがこのコンテンツ設定というところでできるようになっております。で、まずですね、リッチメニュー、ここにテンプレートと、記載がありまして、こちらを開いていただくと、リッチメニュー実は大きく分けて種類が2つあります。それがですね、ここに書いてある大きいサイズと、あとはちっちゃいサイズですね。これは、単純に縦の高さが変わると思っていただくと分かりやすいかなと思います。で、この高さがある方がですね、1,2,3,4,5,6,7 の7種類あります。で、この高さが半分のところは、種類としては1,2,3,4,5 種類ですね。
で、こちらもちろんどちらを使っていただいても問題ないんですけども、基本的にですね、この大きい方、高さがある方がたくさんの情報を表示できるというのがありますので、今回はですね、こちらを選んでいきたいと思います。で、ここもですね、皆さんがこう表示させたい情報の数、もしくはここだけを目立たせたいよっていった、ところでですね、これは選んでいただければと思いますが、今回はこの6つの分割でやっていきたいと思います。で、これボタンの分割のレイアウトだけ今選んだ形なんですけども、ここに対してもともとちゃんと6つに分割された画像をアップロードするか、それかですね、一つ一つこうしていただくとですね、画像を作るなんていうこともできるようになってます。で、今回はこの画像アップロードを使って画像を設定したいと思います。はい、もともとですね、こういった6つの分割のレイアウトで設定してたですね、ちょっとするとこんな感じですね、新着情報予約、お問い合わせクーポン、SNS マイページのような形で、まあ、割とこうオーソドックスな情報をここでは並べさせていただいてます。で、今回僕がここで挙げさせていただいたようなリッチミニューの画像の作り方っていうのはまたちょっと別の動画でご紹介しようと思ってますので、一旦このやり方でやるんだなというところはここで、なんとなく覚えていただければ OK です。このボタンを押したらどうしますかという設定がこの右側のアクションというところで行えるようになっています。で、ここ開いていただくと、このボタンを押した時のアクションとして設定できるのが 1,2,3,4,5,5 種類ですね、あります。で、上からですね、リンクですね、どこかのウェブページに飛ばす、もしくは SNS の方に飛ばすのような形で、ここにリンクを設定していただくと、そこが見られるようにするっていうのがまず一つ目ですね。で、あとクーポンというのは、以前やった友達登録時で作ったようなクーポンっていうのをここから出すことができるようになります。で、3つ目のテキストはボタンを押したら、まあ、例えば営業時間って押したら営業時間の文字ですね、月曜日から金曜日の10時から17時みたいなのを文字で打っといて、それをボタンを押したら表示させるなんていうこともここでできるようになっています。ショップカードは今までやってないのでちょっとイメージしにくいかもしれないんですけども、何かこう来店回数に応じてポイントを貯めていくですとかっていうのは仕組みがですね、 LINE 公式アカウント上できるようになっています。で、それをこのボタンを押したらそのカードを見せるみたいなことができるようになってますので、これもですね、よかったら使ってみてくださいですね。またなんか別の動画でショップカードについてはお伝えをしようかなと思っています。はい、あとですね、最後設定しないということで、ボタンはあるんですけども何も動かさないみたいなこともできるように一応なってます。で、これからちょっとボタンの設定をしていきたいと思います。で、ボタンの設定に関しては全て設定するとですね、動画として長くなってしまうので、一つだけ設定をして、あとはみんな選択しないにしたいと思います。これもですね、簡易的に設定できるテキストだけ設定したいと思います。で、こんな感じですね、テキストを打って新着情報ですみたいな形でここは設定をして、あと残りはですね、選択してこの設定しないというのに設定したいと思います。先ほどご紹介した形で、例えば予約は別の予約サイトに飛ばしたいよってリンクを貼っていただいたりとか、お問い合わせなどのですね、お問い合わせフォームに飛ばしていただいたりっていう設定ができますので、そこはですね、皆さんの形に合わせて設定をしていただければと思います。はい、こんな感じで設定ができましたら、最後保存をしていただくと、ここでですね、実際にもう予約公開ということで、もうこう期間を公開状態にしているので、実際ですね、これちょっと今動画の撮影時だと未来の日付なのでですね、今だと7月25の0時になったらこのリッチメニューとしては公開されるようになります。はい、いかがだったでしょうか。リッチメニューの設定ですね、結構簡単だったかなと思います。名前、期間と、あとはメニューのバーに表示するテキスト、あとはもともと表示するかしないかっていうところですね、チャットを開いた時に表示するかしないかって設定の4つと、あとはですね、実際の、リッチメニュー自体の、画像をご用意するのと、それぞれのボタンをどうするかというところを決めるだけですので、割とですね、やることはそんなに多くないかなと思います。先ほどですね、途中でもお話をしたんですけども、実際ですね、リッチメニューのこの画像ですね、結構簡単に作れるサイトがありますので、それはですね、また別の動画でご紹介します。そこをですね、参考にしていただくと、さらにですね、あ、こんな感じで簡単にリッチメニュー作れるんだっていうところもお分かりいただけると思いますので、ここ冒頭でもお話しした通り、リッチメニュー
お友達が自分からアクセスできる場所になってますので、ぜひですね、LINE 公式アカウントやるよということであれば、本当に設定していただきたい場所ですので、皆さんもですね、この動画を参考にしていただいて、設定を、トライしていただければと思います。ではですね、リッチメニューの設定編というところは、以上としたいと思います。ここまで、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。